にふさわしい授業をしてるなんて言えませんし、いけない、早く行かないとまた遅刻だわ。それじゃあ今度こそ失礼しますね。ところばかりお見せしてしまって、ケスター先生がお怒りになるのも当然なんです。私本当に失敗ばかりで、私がしっかりしていないからきっと見ていて歯がゆく思ってらっしゃるんです。さあ、私の知る限りではそんなことは。でもあの方は研究者としては立派な業績のある先生ですし、確かに私なんかが指導教官をするよりケスター先生に指導していただいた方がいいかも。そんな風に言ってもらえるなんて。
私嬉しくて。ないみたいですね。見知らぬ外国の町に来て疲れてるんじゃありませんか？さん、どうかなさったんですか？資料も。
いけません。もしこんなところにテスター先生が戻ってきたら。私、まだ心臓がドキドキしてます。でも、どういうことなんでしょう。静香さんのメモがケスター先生の部屋に、どうして。授業の時間、また遅刻だわ。すみません、お話の続きはまた今度にさせてください。
してくれるとは思わなかったの。しかも私の好きな曲、嬉しかった。ありがとう。本当？そう言ってもらえるとますます嬉しいな。
あなたも日本人。